赤ちゃんたち。離乳食買ってきたから後で食べようね。最初あれか、坊ちゃんのちょっとストレスが出てそうだから坊ちゃん行くか。ね、ね、ちょっといてくれね。出れたね、坊ちゃん。やっとお外出れたね、坊ちゃん。ね、行こう。坊ちゃんの行きたいとこ行っていいよ。ここでマーキングするんじゃないよ、坊ちゃん。裏には行ってみよう、坊ちゃん。シソの森も枯れちゃったよ、ほら。もうシソも終わりだよ、坊ちゃん。これでまた種が落ちて来年いっぱい出てくるよ、坊ちゃん。そっちはダメだよ、坊ちゃん。ダメ。一緒に通れるところ行こうね。一緒に通れるところ行こう、坊ちゃん。坊ちゃん、あれからね、ママと一緒にまた栗拾ったんだよ、ここで。たくさん拾えたよ、坊ちゃん。坊ちゃんと一緒に拾ってからもう一回拾えたんだよ。あ、かな。坊ちゃん、考えるから、日の当たるとこ行こうよ、坊ちゃん。うわ、こんなすごい。坊ちゃん。坊ちゃん、どこまで行くの、坊ちゃん。もういいよ、坊ちゃん、そっちは。蚊がすごいから戻ろう、坊ちゃん。ね。
告知、行こう。告知行こう。よいしょ。きれいな赤い草だね、告知。何か見つけたね、告知。秋の日差し気持ちいいね、告知。外出れてよかったね、坊ちゃん、ね、ストレス解消だね、坊ちゃん。秋の日差し気持ちいいね、猫吉。ね、秋っていいね、猫吉。坊ちゃんの好きなゴーヤあるよ。今日これ取ってこ、坊ちゃん取ってこ。はい、そうしたらこれから子猫たちに初めて離乳食をあげてみたいと思うんですけど、最初にね、この一番値段の高かった高級なやつあげてみようか。そうしたら4分の1ぐらいあげようか、2匹で。
上手に食べれるかな。赤ちゃんたち、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、離乳食持ってきたよ、離乳食。黒豆ちゃん、ここでいいか、ここで。ほら、以上がここに。下引いた方がいいかな。黒豆ちゃん、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 黒豆ちゃん。あ、なんかうまうま言ってる。モーニング赤ちゃん。モーニングじゃん、夜だよ。あ、なんか感動。初めて固形物というかペースト状だけど食べてる。めっちゃ食べてんじゃん。やっぱり食べるっていうのは本能でわかるんだね。普通に猫の食べ方だね。震えてる。冷たいのかな。冷たい。だって冷蔵庫冷やしてないよ。うん。震えてる。あれか、皿が冷たいのかな。冷たいって言ったって別にそんな。冷たいっていうこと。ただペロペロの振動じゃないの。震えてるもん。またワクセル食べ終わっちゃうよ。すごい食いつきぶり。あっという間に食べちゃった。めっちゃ興奮してたよね。でもね、うん、増えてんじゃなくて足突っ張ってるからこうなってんじゃないんだって。食べ終わったら全然増えてないよ。今日そんな寒くもないし。チュッパちゃん、チュッパちゃん、チュッパ、チュッパちゃん。美味しかった？赤ちゃんたち美味しかった？すごい、めっちゃ食べた。美味しかった？どのやつあげた？あの一番高い高級なやつ。ね、明日からもうちょっとありがとう。ママが毎日高いの買ってくれるってよかったね。明日からもうちょっとし、あれだ、現実味を帯びた。現実味。意外とあのミルクもすぐなくなっちゃうのね、2匹であげてると。うん。あんだけだったら相当持つかと思ったら。美味しかったね、黒豆ちゃん。よかったね。ね。実はあの雨に濡れてた日に草とか食って上をしのいでたの。子猫で草食べるの？はて。美味しかった？
あ、かわいいかわいい。赤ちゃんかわいい。ナイト赤ちゃん今。イブニング赤ちゃん。イブニング赤ちゃん、お昼は。ヌー赤ちゃん。明日の赤ちゃんは。トゥモロー赤ちゃん。赤ちゃんトゥモロー。ああ、よかった。また一つ大人に近づいたね。うん、かわいいかわいい。あさっての赤ちゃんは？あさって赤ちゃん。ミルクも10ずつあげますか？あげる？足らないかな。少しあげるじゃん。10ずつ。うん。じゃああげよう。